皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。モデルプレスイコール2024年12月6日、13人組グループ17、セブンティーン、セブンティーンが日本でのドームツアーセブンティーン、ライトヒアー、ワールドツアーインジャパンの東京ドーム公演を12月4日、5日に開催し、2日間で約10万人を動員した。 加えて5日の公演は日本全国各地の映画館でライブビューイングが行われた。写真、セブンティーン、奇跡の13人集合、ショット、セブンティーン、1年ぶり東京ドーム公演開催、1年ぶりの東京ドームツアーを行ったセブンティーン。2023年は怪我のためドームツアーに参加ができなかった SCOUPS、エスクプスは、 去年はあそこで客席を指さしながら見ていました。今年はみんなと一緒にこのステージに立つことができて嬉しいとツアーに参加できる喜びをかみしめた。今回の東京ドームはザ・エイト、D ・ a との中国 EP、スターダストの発売タイミングと重なっていたためにステージ上でタイトル曲に合わせてダンスを披露するシーンも。 その後もセブンティーンらしいステージを披露し、東京ドームの観客を魅了した。セブンティーン・ライトヒアーワールドツアーは、2日間で5.8万人動員した韓国の10月12、13日から開始し、今年10公演すべてが完売した米国ツアーを経て、日本でも11月29、30日の愛知、バンテリンドーム名古屋公演からスタート。 4都市10公演のドーム公演を予定している。また、今回のドームツアーに合わせて、公演開催4都市の各所とコラボレーション、セブンティーンライトヒアーザシティが実施される。4度目の開催となる今回のセブンティーンザシティでは、ツアータイトルにちなんで I'mLightHere。と言いたくなる各地での思い出作りをテーマに展開し、ファンの体験と、 エンタメ×観光の可能性を広げていく愛知、東京、大阪、福岡の各プログラム開催場所内に設置されたスポットを巡りながらデジタルスタンプを集めることができるスタンプラリーやラベルドリンクの自動販売機の設置などコンサートチケットがなくても楽しめる施策だ。セブンンティーン 韓国日本で新プリリースセブンティーンは10月14日に発売された最新アルバムセブンティーン e n t w e ミニアルバムスピルザフィールズは発売初週集計期間10月14日20日の間に計316万611枚売れ今年発売された k p o p アルバムの中で最も多い初動販売枚数発売直後1週間のアルバム販売量を記録した。 さらに11月27日にリリースとなった Seventeen Japan 48シングル「消費期限」ではストリングスサウンドとギターサウンドが際立つバラード曲で感情の「消費期限」に悩む気持ちを歌詞に表現しているタイトル曲のほか「サークルズジャパニーズバージョン」と「マエストロジャパニーズバージョン」も収録されているどう思いますか気に入っていただけると嬉しいです また次回お会いしましょう。